立憲民主党の安倍智子議員が韓国のハンギョレ新聞のインタビューに応じ、福島第一原発の汚染水の海洋放出について言及したとのことですが、あまりにも愚かな主張にツッコミが殺到し大炎上しているようです。安倍智子議員のインタビューでの発言内容や経済産業省の見解、批判さえできればいいと思っている安倍議員の過去のブーメラン発言など、ネットの反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。立憲民主党の安倍智子議員が衆議院議員会館で韓国のハンギョレ新聞のインタビューに応じ、目前に迫った福島第一原発の汚染水の海洋放出について語っています。それによると、安倍議員は目前に迫った福島第一原発の汚染水の海洋放出について、海は共有財産だと述べつつ、東京電力の言うように多各種除去設備アルプスで汚染水を何度もろ過して放射性物質を最大限除去することが必要だ、汚染水の放射性物質を基準値以下に下げた後、セメントや砂などを混ぜて固体で保管すればよい、このコンクリートを後に防潮堤などに再利用できると、汚染水を固体にして日本国内に置き後に再利用しようという新たな代案を提示しました。また安倍議員は、日本政府と IAEA は処理汚染水の海洋放出が長期間続いた時、環境や人体に与える影響についても深く研究していない、放射性物質を海に捨ててはならないと訴えました。さらに記者から、日本政府は今月中に IAEA から最終報告書が発表されれば、これを根拠として福島第一原発の汚染水を今年の夏頃海に放出する予定だとしていることを問われた安倍議員は、日本政府が決定し、日本の原子力委員会 IAEA が大丈夫だと言ったからといって済む問題ではない、海は共有財産であり広くつながっている、海洋放出を強く憂慮する人々と周辺諸国の理解がなければならない、そもそもロンドン条約や議定書では海に放射性物質を投棄してはならないと定められている。 IAEA の一般安全指針 GSG8 には、その行動によって個人と社会に予想される利益はその行動による害悪よりも大きくなければならないという原則がある。汚染水の放出が 100% 安全とは言えない中、日本だけでなく韓国の漁民、太平洋の島嶼国などが強く反対している。利益はなく危険が存在するのなら、海洋放出はしてはならない。IAEA はこの部分を全く検討していない、と主張しました。そして、韓国は汚染水、日本はアルプス処理水と呼んでいることについて、安倍議員は、アルプスで処理しても依然として汚染水だと述べつつ、アルプス処理汚染水という用語を使っていると語りました。ニュースを深掘り。というわけで、安倍智子議員がハンギョレ新聞のインタビューで、福島第一原発の汚染水の海洋放出について反対を主張したということでしたね。安倍議員は、アルプスで処理しても依然として汚染水だと述べつつ、アルプス処理汚染水という用語を使っているとし、福島第一原発は事故が起きた原子炉であるため、セシウムやストロンチウムなどのあらゆる放射性物質が汚染水には含まれている。経済産業省と東京電力は、どれだけの量の放射性物質を海に捨てることになるのかは語らない。希釈だけに焦点を当てており、放射性物質の総量に対しては、何の検証もない。基準値以下にして薄めたとしても、巨大な量の処理汚染水であるため、放射性物質の総量は無視できない。処理汚染水の放射性物質測定各種も、
64種から30種に縮小された。リスクを評価するためには、でき得る限り確認しなければならない。日本政府と IAEA は、処理汚染水の海洋放出が長期間続いた時の環境や人体への影響についても深く研究していない。また、日本は福島第一原発の2051年の廃炉を目指しているが、これは不可能だ。廃炉になるまで汚染水は発生し続けると語り、日本政府と IAEA の研究不足を主張していますが、この件に対する政治家の意見や提言は全く信用に値しません。科学者や研究者が発表している意見を重視すべきであるのが当然であり、経済産業省もホームページ上でアルプス処理水について知ってほしい5つのこととし、アルプス処理水って何？本当に安全なの？という項目でアルプス処理水について、東京電力福島第一原子力発電所の建屋内にある放射性物質を含む水について、トリチウム以外の放射性物質を安全基準を満たすまで浄化した水のことです。と説明し、トリチウムについても安全基準を十分に満たすよう処分する前に海水で大幅に薄めた後のトリチウムの濃度は、国の定めた安全基準の40分の1、WHO 飲料水基準の約7分の1未満になるとして、このように安全基準を満たした上で、放出する総量も管理して処分するので、環境や人体への影響は考えられません。と、丁寧にそれでいて、影響は考えられませんと強く主張しています。そもそも、安倍議員、海は共有財産というのであれば、世界中で原発処理水の海洋放出をやめるように運動するべきであり、他国の放出は黙認し、日本政府が国際機関の承認の下で行う海洋放出を批判するのは、非常にわかりやすいダブルスタンダードになっているのではないでしょうか。中間に媚びを売る単なるパフォーマンスに過ぎませんね。とにもかくにも何とかして日本政府を批判したい、難癖をつけたいと考えていると思われる立憲民主党及び安倍議員。過去にはメルマガと自身の公式ホームページで安倍晋三政権になってから国を愛する国防の強化などの言葉が氾濫し、あたかも外敵から国民を守るために国家の力軍隊が必要であるかのように宣伝されるが、実は、軍隊は国民を守らないという事実は、戦争を通して如実に示されてきた。阪神大震災は12年目を迎えたが、国民を災害から守ることを任務とされているはずの自衛隊が、国による命令を受けて救援に向かったのは、数日を経て後のことであった。日本の場合、自衛隊は軍隊ではないし、国土保安隊として出発し、防災のためにも働くことを任務としてきた特別な生い立ちがあるのに、である。などと発言し、この発言を受け、ネット上では、お前らの党が政府を牛耳ってた頃だろうが、もっと早く動いてりゃ、助かった人は多いんだ。など、当時は、社会党の連立政権だったにもかかわらず、どうしてそんなことが言えるのか、といった批判の声が吹き出し大炎上していました。安倍議員は、その後、たくさんのご意見を頂戴して、と題されたエントリーを更新し、私自身の表現の足らぬ部分、また、事実認識の曖昧さに起因する部分もあったと思います。頂戴しましたご意見の中に、自衛隊が必死に頑張っていたことへの感謝が述べられたものも多々ありました。その通りだと思いますと述べ、釈明に追われる形になりましたが、今回も事実認識の曖昧さというか、全く認識が不足していることで批判が集中することでしょう。こういう議員がいるから、立憲民主党の支持が伸びないのでしょうね。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想も、
コメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。元社民の立憲安倍智子か。どうでもいい。むしろ落選しろ。そういえば、震災の時にプールにガソリンを貯めればいいって言ってたアホな政党もいたね。どこか忘れたけど。セメントや砂などを混ぜて固体で保管すればよい。コンクリートの水は、コンクリートが固化するときに発熱作用で蒸発するんだけど、アホなん。何のことはない。革命が無理と悟った左翼の因縁、うざがらみ。何でもゼロの極論主張。こういう極論発言者どもって、内ゲバを繰り返して、最終的には人類の存在否定まで尖っていくのだろうな。まあ、外国人サポータークラブがあり、韓国民団が後ろ盾にいる立憲民主党としては当たり前の発言か。たとえ海に流すのが有害だとしても、政治家の仕事は国の利益最優先だから流す一択なんだがな。どこの国の政治家だかわら。立憲ってまともな人材おらんの？日本を壊すためだけに生きてるんじゃね。政治家には何かを決断して実行する力はあるけれども、全知ではない。だから、学識経験者などその道の専門家の意見を参考にする必要がある。学術会議とやらがあるのもそのためなんでしょう。そうした専門家の意見をないがしろにするなら、学術会議も必要ないですよね。安倍智子って74歳なのか、74年生きてきてこの知能なのか。まあ頑張って IAEA を説得してみてよ。できたら相手してやるからさ。知らないものは調べるか黙ってるのが人として当然の行動なのに、なんで知ったかぶって見当外れの秒針舞しちゃうわけ？これじゃまるで朝鮮民族みたいじゃん。藤沢市民として恥ずかしいわ。こんな74のおばあちゃんを当選させて、全国の皆様申し訳ございませんわら。毎度のことだが、立民や共産ってできないけど、耳に優しい話をするんだよな。いわゆる詐欺師。前の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？安倍智子議員は、本当に日本の国会議員なのでしょうか？一体どこを見て発言しているのでしょうね。この方、東大医学部の出身ということのようですが、原発に関しては全くのど素人であり、国際機関や専門家が理論的に安全を認めているにもかかわらず、どの口で反対するのでしょうか。そういえば、東日本大震災時にガソリンをプールに貯めろと言った方もいた等の方でしたね。このように科学的根拠のないデマを議員という立場で垂れ流す人物を野放しにしておいてよいはずがなく、一般人のネットのつぶやきとは違い、権力も影響力もある立場ですので、小西議員の言葉を借りれば、法的対処が必要ではないでしょうか。こんな無能な議員しかいない立憲民主党に、我々の大切な税金が使われていることに、憤りしか感じません。これまた、小西議員の言葉を借りれば、まさに税金泥棒ですね。やはり、一刻も早く衆議院を解散し、選挙で落選させてほしい。神奈川12区の有権者は、現実を尻目を覚ましてほしい。そう切に願ってしまうのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの舞です。ご視聴ありがとうございます。
これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。